ーシャルだよ、バカ野郎。すごいやる気分。すごいね。えぐいやるやることか。これ傷口とかって見せてもらうことできますよ。それは見せれない。あんまり。はい、ということで、ね、今週もお腹を空かせて路上で生活される方のためにお弁当をね作っていこうと思うんですけども、最近路上生活者の方とか生活困窮者の方、すごい人数がね、どうしてたんだろうっていうね、急にだよね本当に。とうとうお弁当の評判がいいんだろうね。じゃあ今日もねお弁当作っていくと思うんですけど、料理長の要望があって、困ってる方の中で、うん、結構ね若い人、若く路上生活を始められた方っていうのが数人いらっしゃったんで、うん、なんか若い人でもね、なんかパワーがつくようなスタミナ系の料理いいなと思うんだけど。スタミナ系、はい、なんかあります？鶏皮を使ったね美味しい野菜炒め作っていくから、それで力つけてもらいたいね。やばいねそれ。お弁当作ってもらっていいですか？任せて。お願いします。はい。こちらの鶏皮入れていきます。うわうまそう。いやいい匂いですね鶏皮の。ここにニンニク入れていきます。ここでニンニク。これニンニクって最初に入れると焦げちゃうんですよ。うん。なんでここでこのタイミング入れていきます。これじゃあスタミナ満点だね。満点ですね。ご支援でいただいた新玉ねぎ入れていきます。ここになんと今日は特製のね野菜炒め用のタレ作ったんで、美味しそう。こちらも入れていきます。はい。そしたらね、こちらで完成です。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、ボランティアでチータイムのチエちゃん来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、シータイムっていうね、可愛いお名前のお店を。一人でね経営されてるっていうことで、せっかくのお休みをねボランティアに捧げたいっていうことで今夜も来ていただいたんですけども、本当にねありがとうございます。ありがとうございます。じゃあソータくんが来るのちょっと待ってみましょうか。ちょっと呼んでみる？それか。そうっすね。うん、料理長。せーの、料理長。全然悪かった。あれなんで言うの？次はどっちだ？じゃあさ、これはもうね、じゃあ自由。一回頭の中シャッフルして。はい。で、もう、会おうが会おうまいが、もうこれでいっちゃうから。運命の呼び込みタイム。せーの。おいしそうだ。はい、会わなかった。はい、お待たせ。わー。やっと食べてみたかった。はい。お願いします。ありがとうございます。じゃあ、オープン。うわー、うまそう。見て、うわこれすやばいね、これ。いただきます。いただきます。あ、もう美味しくない。この反応を見て。美味しそうだね。作ってくれた鶏皮野菜炒め、しーみちゃん、みーせこの美味しいお弁当、待ってる方たち食べてくれたら絶対喜んでくれんな。待っててくれよ、おいしいの届けるから。待ってるの食べたい。あ、どうもこんばんは。あ、どうも。あ、どうもこんばんは。え、ちょ、お兄さんこれめっちゃすごいですね。これこれなんですか？これかぶってるだけ。あ、これこういうファッションなんですか？いやいや、ただ持っとくのが邪魔くらいからかぶってるだけ。伊勢の赤福餅。ほんとだ、縁起のいい袋使ってますね。僕はここ黒服やけどね。あら。でも赤服もありますよ。黒い腹で黒服で。どうも来ました、ジェントルマン。じゃちょっと待ってください。どうもこんばんは。
何時から並んでます？8時くらい。8時。今ね9時半過ぎです。もう約1時間半並んでねお弁当待ってくれてます。ありがとうございます。今日も美味しいお弁当ですからね。こちらね。はい、どうも。ありがとう。はい。こちらね。袋。あれ？大丈夫でした？聞きましたよ。今刺されたんでねえのか。いつも私なんか別にさ、体格のいいお母さんに来てこようかあります、うん、大阪の夫婦の方、あの人旦那さんですよ、先週あの人だったの、そうだったの、それはちょっと知らなかった、今もう大丈夫なんですか、ちょっと取れてな、3カ所も3カ所首元でしょ、もうちょっと声が出るとか、ほんとだ、ここすごいやろ、うわほんとだ、今8丁豚箱、59、あ、59バカやろ、喧嘩みたいな感じで、喧嘩、恨み、すごいやる気分、すごいね、えぐいやるやるとか、でも早いですね、入院されてたんですか、2週間とかぐらい、2週間で済んだんだ。またお腹の子あのとこにあの一応朝かったんで、寒くリプリアがついていかなかった、ね、あ、一緒に病院にね行かなかってくれてんだ。今夏やん、だって可能するやん、怖いよな。あ、そっかそっか。暑いやん。暑いよ。だから可能するやん。海があんねん、なんか虹に出る時期あんねんって。うん。じゃあ消毒したらあかんやん。薬持ってきとる。嘘いっぱい飲み薬。ガーデンも。なんでわかった？いや、いろんな人がね、言ってたんですよ。お父さん有名だから。かすり傷、かすり傷もな。かすり傷。みんなちゃうちゃう。すごいね、本当。ひどいことにするやろ？え？ひどいことするやろ？でもお父さんもすごい結構ガッチリして強そうだけど、相手の方っていうのは結構強そうな画体なんですか？キビやで、キビ。なあ。そう。キビだ、キビだ。包丁出してかかってこい言ったで。エルボンから巻いてこい、おやれるものならやってもらっこい、怪我そうだよ、それでもそれで本当にやる人なんか見たことないよ、ほんま、うん、いや大変でしたね、やれる刺された後も元気よかったな、うん、あと5年くらいかかったらもう行っとったって、お父さん絶対絶対殺しちゃうな、バカやろ、怖いですね、それ怖いよ、アホやんアホ、いやでも多分ね、お父さんじゃなかったら死んでた、多分、普通のお父さんじゃ生きてらんないよ、おへんな、お母さんも心配してるでしょ、うん、でもまた良かったっすよ、二人でお弁当取りに来てくれて、今日はね、あの二人で仲良く食べてくださいね、あ、でも食べれるんですかこれ、あ、もう食い物はな、食べれる、あ、平気なんだ、あ、良かったね、で、これ傷口とかって見せてもらうことできますよ、それは見せれない、あんまりすごいよ、そんなにもう見せれないぐらい、だけどそう大した傷じゃないです強いねお父さんね、うん、まあちょっとね今日も待ってくださいね、あーお兄さん、このお兄さんのお顔を見ると、あ、もうここの列は終わりなんだなーって、ね、いつもね、思うんだけど、そうだね、ねえ、なんか締めてくれるよね、そう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 また来ますんで、ね、ゆっくり召し上がってくださいね、おやすみなさーい、割れましたね、いやーよかよか、でもやっぱほんとすごい人数だね、ねえ多かったね、やっぱりでもこれだけ困ってる方たちがいるっていうのは、うん、僕たちの活動がある意味っていうのが分かるよね、なんかこの前もね言ってくれたんだけど、お兄さんたちが温かい言葉とお弁当を
配ってくれるから俺はもう悪いことしねえよって言ってくれるおじさんがいたの。うわーめっちゃいいねそれ。だなんか犯罪の抑止力になってるんだってそこでね分かった。あー確かに。うん、日曜日にさ、うん、あー今日お腹空いて何にもねえやーってもうなんかコンビニとかでさ魔が差して取っちゃおうかなとか思っても、うん、明日あデンジャラスの炊き出しあんじゃんって思ったらなんか踏みとどまってくれそうだもん。その可能性は大だね。ねえ、うん、そういうね人助けにもつながってたらいいよね。じゃあ他にも困ってる方たちいるから、うん、配りに行こうか。行ってみよう。